はい、どうも、あかしせよあかし、おさしくるさあ、今回は豚仙人吉野町本店さん、久々ね、横浜のお店です。亀仙人がいたんですね。いたんですね、豚仙人さんですね。吉野町駅は、横浜市営地下鉄ですね、うん。こちらはですね、2020年、うん、9月11日オープン、うん、で、去年の12月8日には藤沢にもですね、できたお店です。現に2店舗でやってます、うん。で、緊急事態宣言明けて私久々に、うん、都から出たわけですね。都から、そうなんです。その1店舗目となってますね、うん。メニュー、ね、国産豚ラーメンのミニ小大は千人盛りなんで、千人盛りあります。混ぜそばもあります、で、これよく見てほしい、豚もね、ちゃんと100、200、300で500にすると千人増しなんですね。はい、なので、なのでというかですね、量に定評があるところなんで、久々小を選択してますよ。小、はい、あんたはあんた小です、はい。ということでこちらでーすね、野菜、ニンニク、油はマシマシにしてありまして、豚がね、ちょい増しなんですね。ちょいなんだこれ。これね、ちょい増しなんですよ。はい、これね、麺量これだけでなんと 400g あるんですね。小、これは小かなっていう量なんだけど、騙されちゃいけませんよ皆さん、ね。ミニもありますのでね、ミニはもうちょい少ないです、はい。でこれでちょい増しの豚ですから本当にすごいね。豚増しするとさらにもう一個ついてくるんで気をつけてねっていうね、はい。で油増し増しにしますとこういったね、別皿で大量の油もきますんで、増し増しマニアとしてはもう本当に申し分ない、これは量がすごいお店でございますね。あっさあ豚ですね、もう最初の一口目、これもぎゅち、もうこれね、ぎゅち豚四天王認定です。ぎゅち豚四天王もいたんですね。はい、1人目です。あ、はい、1人目でした。四天王の1人目でした。はい、でね、このぎゅち感も亀仙人がね、一番本気出した時のあの、はいはい、わかります、ムキムキの時のね、ムキムキの時の、すいません先に亀仙人出しちゃってまあさすがに鶴仙人じゃないとなっていうね、まあ、亀でしたね。珍しいからそっちだった。はい、でちょっと YouTube 映えするためにですね、YouTube 映え、はい、あのてっぺんにこう油ちょっとかけてますが、まあ、基本的には別皿できますんで、その別皿乗ってたやつを、はい、ね、お椀みたいに使って、ああそうですね、はい、しょっぱいんだ。しょっぱレベルは 4.4 です、ね。これ久々来ました、つんざき返しです。つんざき返しね、まあ、ブリーチにつんざきガラスっていう、うわ誰だクソみたいな残白糖出てくれますけど、誰だっけ、こちらはつんざき返しですね。思い出せないな、よく調べてください、つんざきガラスね、味付け油じゃない、しかも上からね、カラメコールとかないんで、最初からこの卓上返しは使ってもいいと思います、はい。ただですね、この返しと同じ、この豚の味付けもかなり濃いのでね、これはね、しょっぱ好きの皆様大歓喜ということで、はい、ショッパーの方だ、はい、まあ、スープもいっちゃいますよね、かなりの非乳化に見えますよこれね、ところがどっこい、豚仙人さんは乳化系をコンセプトにしてるということで、あの後々ちょっと乳化が見えてきますんで、はい、お楽しみに、はい、醤油感あんまりないというか、まあ、さっぱりなんですね、はい、卓上返し強いんで、こう味のプラスこう慎重にしていきましょう、一気に変わっちゃうんで、はい。さあそして来ましたよ麺量のコーナーね、あ、もうミニでも300、そうなんです、ミニが300なんですね、で千人盛りは1キロなんで、気をつけて、千人の千は千だったんですね。あ、そっか、そういうことね、わっしわしです、はい、国産小麦 100% ね、もうね、なんでしょうな、恐竜が歩いてくるような重さを感じましたよ、ずしずしとジュラ口の中で、はい、ジュラが、ジュラ記念ですからね、はい。で私の限界といえばですね、はい、麺量大体700ぐらいまでなんだけど、大盛りの600だとしてもこれ咀嚼が絶対ひどいことになるんで、あ、まあ、めちゃくちゃ苦戦していたはずですね、小でちょうどよかったです、はい、さあそして中盤のスープ見ていきましょう、やっぱり乳化してますね、ちょっと序盤とはちょっと違ってますね、中盤になると形姿を変えて、ね、姿を変えていくですね、まあ、最初なんか表面の、ね、液体油だったとか、あの乳化してないところをたまたますくったそうです、はい、ありますね。そしてニンニクをかけておりますが、大さじ3杯ぐらいの、ね、大量ニンニクが入りますね、
そして、うん、辛ニンニクなんですね。全部濃かったりね。そう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 、うん、量多かったり、いい円グラフになりそうですね、うん、はい。コーンフレークのね、コーンフレークのやつみたいな、まあバランスもね、うん、よくこう散らしてますけど、混ぜそばにしたら、うん、とてつもない、ずっと辛いんで気をつけてください、うんうんうん、と麺が強烈なんですが、スープが優しいので、うん、まあ、ニンニクでね、こうパワーを底上げしていくのはいいでしょう、うんうん、黒胡椒の粗挽きなんかも入れちゃってますが、うん、ね、横のね、ギャバンだったね、ずっとチラ見してる、なんかレッドブルでも置いてあんのかと。いや確かにな一緒だわ、あれレッドブルだこれレッドブルに見えますね、ギャバンです、はい、うん、まあね、ダブルブラックペッパーやってますが、うん、粗挽きはね、豚にかけて、うん、グラインドの方はちょっとこう麺にかけるなんてのをやればいいのになと思いましたね。あ、こ今見てて、はい、そういった食べ方もあるかなと、うん、まあね、黒胡椒マシマシで、どん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 右肩上がりに強烈にしていくのが、うん、マシマシ TV ですね。TV だった、最終的にはね、きつくなったんですね、あすごく。そうなんだ。ところが、はい、ところがですよ、うん、店内 BGM、うん、ね、ドラゴンアッシュのファンタジスタがここで言うかかったんですね。これ乗り切れるね。これはもうノリノリで、うん、ええ、これキングケドだったら危なかったです、はい、処刑されてましたね。公開処刑されてたんで、うん、ちょっと良かったです、はい、ドラゴンアッシュで、はい、うん、というわけでね、完食ごちそうさんでしたということですね。あ、マシマシレベルが 91.76 ね、なるほど、で、ショーでこれですからね。そうなんですよ、はい、あ、またニャンコがニャンコーナー、ニャンココーナー、箱根をちょっとテーマにしてますけども、うん、はい、いや、だから今回、うん、僕ショーにしたじゃないですか、はい、なんで1店舗目に選んだかというと、うん、量がやばい、量がやばいってずっと聞いてたんですよ、うん、なるほどね。そうそう、いや、まさか量がやばいって言って、うん、僕いつも大で、うん、豚増しにしてるから、うん、まあまあまあって言ってみたら、券売機にショーが400って書いてあって、うん、ちょい増しの豚が100って書いてあって、豚増し200でしょ、大頼んだ時点、大で豚増しした時点で800なの。いやー、えぐいね。でしょ、で、ゆで後になったら1キロじゃん、うん、だからビビっちゃって、またさ、これはみんな見たかったんじゃないの。え、大の800いや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 、多分営業時間終わっても食えなかったんですよ本当に、うん、というわけでね、はい、まあ、ちょっと手のひらを返すようですかね、豚仙人、あ、手のひらを返すよう、ちょっと違うな、評価を覆すんですか今から。ちょっと日本語も間違えたわ、はい、使い方、はい、仙人で手のひら返すサボテンになっちゃうな、ちょっとな、感じでね、サボテン書くとね、豚仙人さんね、うん、湘南藤沢、はい、藤沢にもありますのでね、うん、皆さんちょっと気になった方はぜひね、行ってみてください、はい、ということで大変ごちそうさまでした、ありがとうございました。Thank you.